ナゴ健康栄眼体操、生活習慣を見直してみましょう。まずは深呼吸です。朝起きたら日光を浴び、体内時計をリセットします。次はおはようと手を振り、笑顔でハイタッチ。反対側も同様に。次はほっぺ内側を舌でこすりオーラル体操です。朝食は欠かさず食べましょう。次は口を開けて歯をカチカチ、食後は忘れず歯磨きを。次は左右に体をひねります。便通を促します。最後はスクワットです。快調な排便習慣を。次は音楽に合わせて足踏みをします。日常的に歩くことを意識しましょう。こまめな水分補給も忘れずに。足踏み4回、膝上げ2回、日中は活発にもう一度。次は片足を踏み出し腕を上下します。人と出会って楽しく笑いましょう。反対側も同様に。次はほっぺ内側を舌でこすりオーラル体操です。食事バランス量に気をつけましょう。口を開けて歯をカチカチ、食後は忘れず歯磨きを。片足を踏み出します。洗濯物を干す動作です。反対側も同様に。ながら運動も運動のうちです。次は手を体の横でブラブラさせます。健康づくりは生活習慣の見直しが大切です。検診を受けて自分の健康を守りましょう。肩たたきです。疲れた体をいたわって。次は足たたきです。次は体を抱きしめます。体を大事に、体が喜ぶ生活習慣を。反対も同様に。次はほっぺ内側を舌でこすりオーラル体操です。夕食はほどほどに。次は口を開けて歯をカチカチ、食後は忘れず歯磨きを。次は首の横曲げ運動です。手をこすり目を覆いリラックスします。最後は深呼吸です。早寝早起き、良い睡眠を。